小学校6年生ぐらいです。あ、じゃあその小さい頃の、まあ、夢というかそれが叶ったと。じゃあお名前教えてください。八代あずさです。年齢伺ってもいいですか？29歳です。血液型は A 型です。星座は水瓶座です。ご出身地はどちらですか？長崎です。いつから豊橋に？4年前です。ということは動物園に勤めて、豊橋では今4年目です。じゃあその前にも動物園に？はい。あ、そうだったんですか。どちらにいらっしゃったんですか？熊本市動植物園で2年働いてました。今担当している動物は？今担当がオランウータンと爬虫類です。さっきまでそこにいたんですけれども、あっちに行っちゃったんですが、なんでですか？お昼の今から餌をもらう時間なので、待っている状態ですね。そうなんですね。はい。この時期だと、冬瓜と人参をあげてます。八代さん、この後の今日のスケジュールはじゃあどんな感じですか？2時頃にメスのウランを収容して、餌をあげて、4時頃にオスのウータンを収容します。仕事終わるのは大体何時ぐらいですか？5時ぐらいに終わりたいと思ってます。趣味は？楽器です。何ですか？トランペットをやってます。特技は？編み物です。トランペットじゃあ普段どうしてるんですか？バンド的な活動をしたりとか。バンドを組んでたこともあったんですけど、今はたまに一人で吹くぐらいです。ストレス発散には何をしますか？コンビニに行ってお菓子をいっぱい買います。ストレスはたまる方ですか？あんまりたまらないと思います。あ、なるほど。他の人からどんな人って言われます？マイペースです。自分でもそれは実感します。はい。飼育係にとってマイペースなのはどうなんでしょう？オランウータンをやる分にはいいんじゃないかなと思ってます。オランウータンのどんなところがなんかそういう風に思わせるんですか？オランウータンも結構マイペースな動物なんで、マイペースというかまあゆっくりしてるんで、そのペースに合わせてあげれる。ちょっとせっかちな人がオランウータン担当すると大変なんじゃないかなと思います。あ、なるほど。最近一番笑ったのは？オランウータンのウランの寝癖がめちゃくちゃとんがってたことです。子供の頃の夢は？お花屋さんです。子供の頃の得意教科は？理科です。あだ名は？子供の頃の？あずちゃん。今のあなたの口癖は？やだ。自分で思うチャームポイントは？エクボです。好きな季節は？春です。今一番好きな食べ物は？ピザです。昨日の夜は何食べました？お鍋です。何鍋でした？ちゃんこ鍋。今日の夜は何を食べたいですか？お鍋です。お鍋好きなんですか？冬はお鍋食べたくなります。なるほど。お寿司とステーキだったらどっちが好きですか？お寿司。蕎麦派ですか？うどん派ですか？蕎麦です。何乗せる派ですか？ざるそばが好きです。あ、じゃあ何も乗せない。料理はしますか？します。得意な料理は？そぼろ丼です。好きなものは最初に食べる派ですか、最後に食べる派ですか？最後に食べる派です。よく使うアプリは？ツイッター。どんな人フォローしてますか？動物園とかのツイッターをよく見てます。 YouTube はよく見ますか？見ます。どんなの見てますか？最近は石井亜美さんってモデルをよく見てます。じゃあ好きな YouTuber は他にいますか？そうですね、はじめ社長とか見てます。 あなるほど。100の質問企画とか見たことあります？あります。自分がやることになってどう思います？緊張してます。動物の YouTube は見ますか？見ます。どういうやつを見ます？犬をよく見ます。おお。一番好きなテレビ番組は？テレビは見ないです。家にはあります？ないです。あ、そうなんですね。じゃあ一番好きな映画は？最近もののけ姫を見て面白いなと思いました。オランが戻ってきました。あれは今何をしています？まあ、笹を食べてます。あ、笹も食べるんですね。そうですね、ウータンは笹大好きです。へえ。一番好きな本は？十二国旗シリーズが好きです。好きな芸能人は？特にいません。好きな男性のタイプは？身長が低い人です。どこでもドアがあったらどこに行きたいですか？出勤の時に使いたいです。タイムマシンがあったら未来に行きますか、過去に行きますか？未来。未来。あ、過去もういいな。過去に行きたいです。過去に行ってどうします？古い建物を見たいです。あ、そういうことですね。じゃあ古代に行きたいってことですね、うん、無人島に何か一つ持っていくとしたら何ですか？ジャカマ。現実的ですね。はい、火は言うかな。無人島で一緒に暮らす動物一つ一種類選ぶとしたら何と暮らしますか？犬。バンロンとしてですが、飼育員さんってモテますか？男性はモテないと思います。女性はモテると思います。おお、実感がありますか？ファンが多い飼育員は結構いると思います。へえ、そうなんですね。はい。その動物のファンの方とその飼育員さんがファン、うん、そうなんですね。
デートに行きたい場所は富士山。豊橋のおすすめのデートスポットだとノーホイパークです。マッチしてました、その答え。1億円あったら何に使います？オランウータンの獣舎をもっと充実させたいです。ほう、具体的にどうしましょう？高い場所が利用できるようなものを作りたいです。あ、なるほど、いいですね。1週間休めたら何しますか？アマゾンに行きたいです。次の休みはいつですか？来週の月曜日です。何する予定ですか？整体に行きます。彼氏にすんならどの動物？キリンです。どういうところが？足が長いから。でも背が低い人がいいってさっきおっしゃってます、ね、そうですね。でも足は長い方がいいんですね。足は長くて背が低い。じゃキリンはちょっと高いです、ね、あ、結婚するのはどの動物？コウノトリです。結婚するのは見た目じゃないかな。コウノトリ、コウノトリはあの一生夫婦なんで。親友になりそうなのはどの動物？ラウタ。マイペースだから。そうですね、性格が合うかなと思います。上司にするなら？チンパンジー。絵をこ う, うまくまとめたりとかするのが上手そうだなと思ったので。なるほど。自分が似ているなと思う動物は？オランウータン。マイペース。園長が似ているなと思う動物は？ミーアキャット。細長い。見た目のところが。なるほど、シュッとしてますもんね、はい、動物になりたいなって思うことはあります？ないです。家に帰って動物のこととかを思い出すこととかはあります？はい、家に帰って思ったより寒かったら、あんまり寒くないかな、大丈夫かなってなります。ライオンとトラってどっちが強いですか？ライオン。ライオンとトラを一緒に飼ってたらトラの方が萎縮している気がします。カバとサイは？カバ。なんとなくカバの方が口が大きいから強いかなと思いました。一番可愛いなと思う個人的に動物は？ウサギです。じゃあセクシーだなって思う動物は？フラミンゴ。もし動物の言葉が話せたらどの動物と話したいですか？ヘビです。何を話します？ここで住んでて楽しいですかって聞きたいです。なんでヘビなんですか？いっぱい数ある中で一番何を考えているのかわからないからです。動物と仲良くなる方法教えてください。私はまず距離を置いて観察をします。いきなり詰めるのではないっていうことですね。なんか動物をこう飼育動物園でされていて、なんかハッと気づかされたこととかってあります？オランウータンは人間を見てるんで、私がやっぱ楽しそうに仕事してればオランウータンも楽しくなるし、混んだりとかちょっと暗い気持ちでいるとオランウータンもそう暗くなっちゃうんで、自分が一番あのオランウータンのためにも楽しそうにしてないといけないなと思います。動物の能力を一つもらえるとしたら、どの動物のどんな能力が欲しいですか？馬みたいに速く走れるようになりたいです。実際八代さんがお仕事しているところを見たいんですけど、今なんか見せていただけることありますか？はい、では調理場の方に行きたいと思います。調理場、作りたいと思います。飼育員さんになった理由は？動物のことをいろんな人に教えたいと思ったからです。いつ頃なりたいと思ったんですか？小学校6年生ぐらいです。飼育員さんになるためになんか努力したことは何ですか？いろんな動物園を見に行きました。ほう、好きな動物園はどこですか？広島市安佐動物園と日立市かみね動物園が好きです。朝は緑がいっぱいで飼育員さんが優しいところです。かみねは動物の距離が近くて活気にあふれています。海外の動物園とかでなんか行ってみたいところってありますか？シンガポール動物園とウッドランドパーク動物園とディズニーアニマルキングダムです。飼育係さんのお仕事をして幸せだなって思うことは何ですか？毎日動物と接することができることです。飼育係さんの仕事で一番こうきつい大変なことって何でしょう？夏暑い中でも外で仕事しないといけないのが嫌です。飼育係さんになってなかったら何をしていましたか？ニートです。日常生活でなんかこう飼育係さんになって変わったこととかってあります？体力をつけ
たいと思うようになりました。飼育係さん同士で仕事の後に飲みに行ったりしますか？あんまりないですけど、たまにあります。なんかどんな話をしたりするんですか？ついつい動物の話ばっかりしてしまいます。朝出勤して、オランウータンと会って一番最初にすることは何ですか？おはようと言います。オランウータンの好きなところとか可愛いところはどんなところでしょう？可愛いところは唇と親指です。どういう感じなんですか？唇はとても器用で、下の唇も上の唇もたらこ唇にすることができます。担当しているそのオランウータンの秘密をこっそり教えてもらえますか？私のプランは優しい男の人がタイプです。自分のスマホにある担当されている動物のお気に入り映像を見せていただくことはできますか？はい、そういった動画を飼育係さん同士で見せ合ったりとかっていうのもあります？あります。それはちょっとこう自慢する感じ？いや、こんな面白い行動してたよとか、そういう話をします。次に担当してみたい動物っていますか？ビーバーです。理由は？かわいいから。以前に担当していた飼育係さんのこともこう覚えてるものですか？オランとかは。オランウータンは覚えてますね。なんか動物とコミュニケーションが取れているなっていう風に感じるものですか？はい。動物の機嫌っていうのはすぐに分かります？はい、オランウータンは分かります。機嫌がいい時っていうのはどういうこと時ですか？表情が明るい。顔の表情とかで？そうですね、顔の表情、まあ、行動もありますけど、いろいろ見て判断してます。動物を、まあ、褒めたりすることっていうのはあります？はい。それはどんな時ですか？例えばウータンだったら部屋に入ることが苦手なので、入れた時はいつも褒めてます。どうやって褒めるんですか？一旦帰ってこれたね、偉いねって思いしてます。動物をこう叱る時っていうのはあります？ないですね。基本的には怒ったりとかはしないようにしてます。あ、なるほど。それはしないようにしているっていうことなんですね。こっちがやっぱ怒っちゃうと向こうも萎縮しちゃうかなと思ってるんで、うん、担当している動物、まあ、オランウータンになると思うんですけど、ならではのこう喜びって何ですか？人に近いんでコミュニケーションが取りやすいというか、やり取りができることです、うん、オランウータンならではの苦労っていうのは何ですか？とても考えている動物なので、すぐに行動できなかったりとか、待ち時間が多いので、そういうのは大変だなと思います。あ、仕事で困ったら誰に相談しますか？先輩です。他の動物園行ったりしますか？たまには行きます。そういう時はこうどういう風に過ごしてるんですか、動物園で？動物を見るだけじゃなくて、施設とかもすごい見てます。普段から動物の勉強っていうのはよくするんですか？そうですね、勉強というか、まあ本を読んだりとかはしてますね。担当している動物に一言と言われたら？これからもよろしくお願いします。飼育係さんになりたいと思う子供たちに一言アドバイスを。飼育員になって自分が何がしたいかをいろいろ考えてみてください。最後にご覧いただいた視聴者の方に、皆さんに一言。ご覧いただきありがとうございました。ぜひのほいパークに遊びに来てください。ありがとうございます。もうどんどん行っちゃって、もう普通、多分ここをパッと多分切り替えちゃって編集しちゃうんで、はい、行っちゃいましょう。